ひろゆきさんなんかね、例えばいろんなこの、なんか一言言えばもう記事になるわけじゃないですか。はいはい。で、いろんな当然のことならアンチの人もいるわけでしょ。うん。そういうコメントが来た時なんかあんまりこう気にならないんですか。あ、でもこういう考えをする人がいるんだなっていうので、割と僕はそれを学習する方向で、言い方をこう変えたらこういう人にも伝わったよねみたいな感じで言い方を変えるみたいなのをちょっとちょこちょこ修正したりとかを試してたりしますけど、なので、ね、アンチコメントのない人ってどうやって修正してるんだろうっていうのが分かんないですよ。なるほどね。なので、叩かれてその言葉と単語を変えたりとか言い方を変えたりっていう方が楽だと思うのに、なんでみんなそのアンチを嫌がるのかがよくわからんっていう、そんなところ。